じゃあ、よいしょ。はい、どうもー。よいしょー。イエーイ、メリークリスマース。メリークリスマース。コメントうぜえ。始まる前のコメントうぜえな、本当さんいないから。いないのは間違いないから。仕事じゃボケ。遊びでやってねえ。遊びじゃねえから。仕事だから。じゃあいつも通り CM 振りお願いします。タイトルコール行きましょう。タイトルコールじゃあ。じゃあ、いつもね。僕ですか、本当に。AJ の気持ちいいこと。めちゃめちゃ多いな。クリスマス6人ね。6人、6人ですけど。いいですね。またバッカ開けてあるけど。非常にいいですね。はい、始まりました。はい、というわけでね。はい。何話していこうか。この人数でしょ、だって。クリスマスの話やめよう。クリスマスの話やめよう。クリスマスの話やめよう。ありきたりだから。違うこと喋ろう。去年のクリスマスは何？クリスマスの話やめよう。クズするやん。クズする。いや、クリスマスはやめる。絶対しない。はい。やめた。何喋る？夏のバーベキューの話する。アイスね。あ、いいね。あー、はいはいはい。よかったなー。あの時炒めるもほとんどやめたんじゃねえ。残っちゃいね。結局話がくれーな。どうしましょう。何喋ります？何喋ります？いや、俺本当に何も知らないで来たから。ね、まあこれ本当に、オンエア見てたんすよ。この前なんか6人のやつ。何の6人のやつ？7人かな。あー、前回のやつね。そう。見てたの？そう、見てたんですけど、録画見たの。録画見た、出てへんよ。翼それ。翼。誰が出た？いつだよ。翼が出てた。あ、最後残ってる。そう。何それ？なんでガクト？ああ、ほら、みんな、ガクトリキとみんな病気で。ツイッターがね、あ、ツイッターか。僕たちはツイッターを載っけてもらえるっていう感じなの。いやいや、載っけたところで大して。大してやん。どんどんフォロー外されてる。もうね、1600人いたのが980人だと思う。あれしようぜ。自己紹介。久しぶりに。そうですね、今日、初めましての人。もうみんな半年以上働いてるのかな。いるのかどうか、一応ね。会われない人もいるんじゃないの？確かに。初見さんがいるかもしれないから。自己紹介、ほら、してくださいが来たから。自己紹介、じゃあ、しましょうか。じゃあ、まずは、やっぱりね、ゆきさんから。ゆきさんから行きましょう。エジェの可愛い系ね。ゆきさんから。うちのカリスマね。うちのカリスマですね。どうも、カリがスマートなカリスマです。ゆきって言います。どうも、よろしくお願いします。お願いします。はい、次お願いします。上手。上手。の、ノーズ行く？俺？はい。なんでこの後俺なの？こうじゃない。いや、もう一回考えしますか。対面。AJ のハゲノーズことレイヤーです。よろしくお願いします。よいしょ。一文字加えてくんぞ、今日みんな。よいしょ。みんな大事。はいはいはい。じゃあ。名前を忘れるな、ほんとに。翔ちゃん行こう。かけちゃん行こか。僕の話で盛り上がるのやめてくれへん、ちょっと。僕の話で盛り上がるのやめてくれへん。AJ1 のネクラです。かけるです。まあ、どう見たかってネクラだけど。はい、まあ、間違いない。自己紹介聞いたら分かる。それは食い気味に出るって言うたら。ネクラってより病んでるよ。食い気味によ、自己のまま出たいって言うたら。コメントで有馬記念の話するのやめてください。本当に。本当に本当にもう今日ね、有馬記念でしたね。ああ、もう本当にこの最後の締めくくりね。自己紹介やめた。自己紹介でしたね。エジェの西木アルカです。よろしくお願いします。ずるい。はい、ずるい。じゃあ次これ最後に。最後に僕ですか。いや、ガク行こう。じゃあとりあえずね、で僕、じゃあ僕のね、ここで働かせてもらって早9ヶ月、まあ長いような短いような、まあそんな感じで今日のクリスマスをね迎えたんですけどね。やっぱり本当に CM 使うよ。CM 使います。それ以上しゃべる。ガクです。
イエーイ誰も言わん誰も言わん、ほんと有馬記念で楽しみすぎやん。最高やな、クリスマスはね、ほんとにクリスマスといえばの、クリスマスといえば、おーい、クリスマスといえば一人自己紹介してへんやろ。じゃあ一人自己紹介してへんやろ。真っ黒の、真っ黒で、じゃあ僕ですね。真っ黒の服の、おととい1年ぶりに初回枕した、ラビリンスでした。はい、ありがとうございます。はい、リキッドです。よろしくお願いします。めしうま、いや、いいですね、やっぱりね、めしうま。初心に戻れた、初心に戻れた、初心に戻れた、初心に戻れました。大事だね、素晴らしいよね。いや、そういうの大事だね。どれくらいぶり、どれくらいぶり、1年ぶりぐらい、1年ぶりぐらい、大事大事。いや、もうガンガンやった方がいいよ、ガンガン。絶対ゴムはつけてあげるよ。クリスマスだからね、やっぱり。あげた聖なる夜だったね、天皇の誕生日だったね、やっぱり。ガンガンやっていこう。その話が一番面白いね。はい、じゃあ何の話していきますか。もうね、どうせもうちょい伸ばす、その力。いや、もう全然初回枕、全然掘っても何も出てけえ。マジで尺だけ、だって掘りまくってたわけでしょ。いやいやいや、掘りまくってはない。うまいこと言うな、なんで男性やねん。じゃあ、広げてもらっていいですか、違う話。違う話を、やっぱこれも見たいな。なんでこれ俺のじゃん。ちょっと俺のじゃん。これあるよ、別に全部飲むんだよ、こいつ。もういいって、俺のジュースだから。はい、30分になりましたね。どこからか、ニコ生が、いや俺だって初めてだもん、30分。マジか、やば。だってずっとそうなんすか、ずっとバックレてたから。そうや、バックレて勇気出ろって言われて。そうだそうだ、え、みんな1回は出てるの、30分の番組。僕はもうこれは3回目です。3回目ですよ。いや、だってなんか8割9割出てる。え、需要ないやん。そうやね、出た、出たところで。そうやね、じゃあ、あるに、あるある、ニコはあるかもしれないけど。いや、あるあるある、あるある、はるかさん需要ある、あるある、まあいいや、なんもないわ。すんごいドカ吐きそうになった。危なかった。これね、でも顔変わったねって言われた。やったもしや、顔変わったんすか。やったな、やったな、これ髪の毛の問題じゃない。ほら、髪の毛すごい切ったから。あと光の角度もね、だから痩せたんすよね、ナチュラル。髪切ったからね、鼻もなんかへこんできたから、そう、くっきりしてる。鼻もへこんできた、胎児育ちが良くなった、育ちが良くなった。なんかすごいやりにくいっすね、今日。あ、まあ多いっすね、すごい多いから。柄がすごい、みんな手抜く。誰と喋ったか分からへん。いやいやいや、前回の、あ、また減らして、あの5分ごとに人減らしてく。アンケートで、アンケートで、そう、この前の、あ、やった先週、いやいやいや、アンケートで減らす、思考回路一緒、減らすっていう、全く同じ役所ことやってたらしい。今日は6人に何放送しようと思う、何も考えてないし、このメンツが来るのもさっき知った。そうだね、そうなの、俺なんか勝手に来たからね。来たらいたし、はるかさん。俺、びっくりした。俺寿司食ってて寂しくなってきた。いや、一人で寿司食ったんすか。一人で、ウニ8貫食べた。やばー、偏り方すごい。今週はゆうきの頃、ゆうきさんって需要あるんですかね。前回、ぶっちぎりで一番最初抜けた。あ、そうか、ぶっちぎりで抜けたけど、一番人気やった。一番楽しいんだな、俺やったと思う。ゆうきのコメントが一番多かったもんね。一番人気やったのね、この前は。ゼロパーセント。誰が抜けるかで俺 100% だったの。めっちゃガヤがうるさかったんですよね、ほんで、そっから。外から笑い声だけがめちゃめちゃ。見えねえと何でもできるから。なんだこの先の間は。誰も喋んない。なんでこんな喋らへんの。年末ジャンボを買いまして、僕。いくら分買ったんすか。はい、いや、100枚なんですけど、買ったんです。100枚、100万円分、はいはいはい、買いましたね。え、100万円分って、え、1枚3000円違う、そんな高い。1枚300円だ、やばい、カジノ。高っ、1枚300円、一口ね。カジノよりえぐい。あの、全部連番で買ったんで、パッて出た瞬間に外れてたら一気に全部ゴミになる。捨てる捨てる。あの、チェックする必要ないから。でも300円当たるっすよ。あ、そうだね、300円はだから3000円は返ってくるから。あ、そうなんすね。そう、連番だから。え、100枚でしょ。100枚でしょ。100枚やったら3万返ってくる。3万、3万やったら3万も返ってくる。返ってこない。じゃあ3万で、3万だったらプラマイゼロ。10枚だから3000円っすね。3000円、プラマイゼロ。プラマイゼロやどう。え、だったら全員買うよ、チャンスしかない。間違いで、リスクゼロでしょ。全然買ってねえ。いや、今年のサマージャンボから始めたんよね、俺は。宝くじっていうものを買ってみようと思って。
スクラッチを中心にやってたんだけど、うん、クソつまんないし。ねえ、だから逆に俺今年買わなかったっす。なんで毎年買ってんの？毎年買ってたけど、なんか去年よりすごい金稼ぐようになったからもういらないやつ。ちげえわ。ちげえ。もう宝くじなんかにね。ちげえわ。生々しいね。夢買えなくても良くなったから。ちげえわ。まあでも俺もう1週間後に当たんないんだもん。当たんない。まあね、買っても当たんないけど、強そうやな、買わないと当たんないからね。うん、宝くじっていうのはね。それを毎年100枚買ってたんですよ。当たらね。なんで？なんで知らねえ。運がね、運がね。得積んでねえな。得積んでねえから。出た、得積んでそれが良くないな。そうだね。だって何かやった？いやいやいや、ゆうきさんに言われたくない。得積んでねえって。人のためにいろいろやったよ。ゆうき人格ゼロだからな。ゆうきさんのことをやっぱり褒め続けた。ここ2ヶ月。今年の話。今年の話。買わなかったのね。ゆうき何してんの？いや違う、言い方が違う。ゆうきさんが全然喋んない。ゆうき何してんの？ゆうき何してんの？ゆうき何してんの？っていう多分言い方だね。勇気がいると勇気をもういじることしかなくなるからすごい嫌なんよ。そうなんですよ。俺がメインになるから。まあ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 ね。勇気がいることによってもう勇気に頼ってしまう自分がもう恥ずかしくて。そう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 、求められるわ。あと言っていじったら終わったら怒られるし。怒る。俺はいじれなかった。いじらなかったらなんかいじらなかったわーわー言ってくるし。面倒くせえやつだな。そうだよ。愛されてる愛されてる。ゆきメインで行こうって。じゃあ今日俺を褒めるさ、あっちの音声聞こえない方のさ、あ、わけわかんない方で、あっちで、あっちで妖怪ウォッチアベマの方ね、アベマの方で、あっちでずいぶん前の妖怪ウォッチアベマの方で。紙飛行機、え、ジュークの、ジュークのどういうこと。紙飛行機今日はダメだ、なんかなんかね、やっぱゆきさんとは噛み合わねえ。じゃあ初回枕の話するか。そうっすね、やっぱそこが一番。まだ一番変わった初回枕しようか。ああ、そうしましょう。しようか。それがええ。でもレイヤーは多分したことないっていう体で言ってるんでしょ。ないないない。レイヤーはボスやってからまだ一回も初回枕してない。ないない。初回枕にして枕をしたことないっていうシナリオがあるわけですから。そういう設定はあるよね。大事だよね。すごい大事。設定はやっぱ大事じゃん。君は何の設定でいくの？いや、もう全員根こそぎ行くよ。根こそぎじゃなくても行くだろ。店行かなくても行くだろ。普通に抱かれてる側。初回でアフター連れてってくれるの？めっちゃ行くよね。毎回行くよね。3回行くなんで？めっちゃ行くやん。1回バイバイしてからもう1回行く。めちゃめちゃ行くやん。だからすぐ。ネクラ今日頭でかい。確かに。ネクラの横で頭、ネクラってかけるのこと言ってた。ネクラ今日頭でかい、そんなに見えない。めっちゃ悪口やん。どこがいいの？別に俺の1個しか言うの。145番ネクラ今日頭でかい。45番でちゃうやん。46番数字も読めないやん。目、目捨てろ。バンコク共通だぞ。メインになってきたの。アラビアも。アラビア。コメントがちゃんとつながってるね。枕する安いホストを示したくないなどの共通勝利。ネクラ今日家に生態が全部コメントつながってる。草流行る。でも多分まあ今見てる人って俺たちと喋ったことあるかどうかはまあ分かんないけど、どういうイメージがあるかで。そういう風に見られてるから。例えばじゃあレイヤーだったらうちだと王子様みたいな。言われたことねえわ。言われたことねえわ。うちの店じゃ王子様だよって言われない立ち位置だけど、もしかしたらこっちじゃハゲノーズって思われてる。お前ってね、ハゲノーズもしかしたらね。印象は知りたいね。印象知りたい。もしかしたらね。いや、その可能性はあるよね。全然 AJ で一番枕社長。ソラさん社長。社長、金と権力で全部いく。そらさんは俺内勤だから大丈夫。何の大丈夫？何の大丈夫だよ。ありそうやわ。あ、そうやわ。使いそう。あいつな。今年初回5回行って全部枕だったって。てか5回はもう確実にしたって。で、狙いに行ってるよね、多分。4回目ぐらいから枕狙いに行ってる。まあ今日も枕だから行こうっていう。やっぱやれそうだと、今日もね、枕だからちょっと下着選びながらね、しっかり。多分狙ってきてるっすね。初回枕さ、相手の特徴は女。当たり前やろ。
いや、最初でも聞きますよね、あの下の毛の処理はどうなってんや。あー、確かに絶対聞く。下の毛どうなってんの？そうそう絶対聞く。聞くけど俺こいつバカなんじゃないかなと思う。なんか二人入れるぐらいのタイミングでいきなりてかお前毛どうなってんの？真顔やからそれ思うな。まあじゃあこの辺で、まあそうですね、でも今日の放送もこれで終了ということで、なんでやねん、ちょっと10分。じゃあ、ガク、あの CM、いつもの CM とかして、本当にいつもの行きます？本当に、あ、影さんにやってもらいましょうか。あ、ネクラだし勘弁してくれじゃあ、影ちょっとお願いします。めっちゃおもろい、マジで勘弁してくれ。いや、もう、なんで顔赤くなっとんねん。かわいいな、顔赤なってる。なんでいきなりめっちゃ顔赤くなってる。じゃあ、ゆうき、あら、CM までドンブラクククドゥルドンブラク。枕してほしい。あーしょ、リクさんに枕してほしい。しょ、あーなるほど、ね、だからあるか、いくら使ってくれたら。いや初回で初回で、レアじゃないよね、どんなシチュエーションかっていうのが。あとは関係やね、あとはパイパンかどうか。そうだね、そうだね、あー大事だよね、やっぱどっちかだよね、シチュエーションとそっち。そうね、パイパン、うん、パイパンって素晴らしいよね。わかるわー言ってる時の。いや、ノーパンは無理、引く。あー、ノーパンはちょっとダメだね。ノーパンは無理でしょ、普通に。たまにいるけどね、初回でね。マジでノーパン、え、言うじゃん、いつも初回のコンパ。絶対嘘だね。聞いたことないじゃん。あるよ、あるよ、あるよ。え、ないの？何聞いてんの？先輩だよ聞いたことない、ないの、顧客に。あんまり初回でしょ。なんでお前、え、ないの？え、普通にパンツ履いてますか？え、そう、今日あの普通に、あ、でもノーパンだから普通になんかさらって言うタイプ。でも昔、俺が新人ぐらいの時にかけるも新人で、おばちゃんが一人来て、初回で、でかけるがずっとタイマーで喋ったんだけど、ずっとそのおばちゃんが乳首を見せてくる。いたわ。おっぱい見るっつって、あのおばちゃんがおっぱい見るって言われて、かけるがやってみて、おばちゃんこうやってぶっ、で俺はその、まあ、こうやっておばちゃんが座ってたら俺この後ろに立ってて、かけるにもっと見ろっつってずっと。いやでも昔結構え、俺もあったじゃないですか。俺もなんかおばちゃんにずっとこうやって耳元で喋られてる時あったっすよ。え、覚えてるっすか？え、前の箱で。え、店の話ですよ。プライベート、プライベート店の話だよ誰だよプライベート。おばちゃんに。いや、あのホストプライベートってすごい非日常なことがやっぱ起きるから。いや、ビビる。あの席にブラ落ちてたりとか。はいはいはい。あとトイレにパンツ置いてあるとか。いや、トイレにパンツ捨ててあったりとか。あったあったあった。あれなんでだ。そうだ、確かに。誰ですか？
落ち着いたな、そう考えると、うん、いや、本当にあのトイレットペーパー6ロールぐらいなくなったこともあるし、うん、盗んでるアイロンもそこまで切り詰めてきてくれたのよ。盗みに来てるよ。あのね、あっちの、ね、女の子用品とかも全部なくなってたり。あ、それはゆきさんっすね。あ、それはゆきさん使用済みのね、うん、全体ゆきさんそうだったんだね。でも前一番びっくりしたことが、今の箱よりももうちょい広い時に、はい、VIP があったんよね。はい、VIP があって、イベントかなんかですっごい長く営業してて、もうみんなベロベロで、お客さんがまだもう全員帰した後にもう勝手に帰っていいよっつって、全員帰った後に、はい、俺もう VIP でちょっとしんどすぎて VIP で寝ようと思ったら全裸の女の子寝てたことある。やば、VIP で送り出せ、しっかりちゃんと送り出せ、勝手に帰るな。昔のホットクラブやな。もう本当に今こう VIP ってこういう席なのね。机があって、はい、でこっちにあのソファー横のね長いなんか、はいはい、ドリツドリツソファーみたいな見えるっちゃ見える。カメラの引きがあって、はいはい、いやびっくりしたもん。俺座ろうと思ったらなんかいるってなって全裸の女の子が寝てんよ、こうやって家だと思ってるよ、ね、かぐや姫びっくりしたもん。すぐに帰らしたもん。姫だな、服あったの。服はもう抜き散らかしちゃう。だから多分もう家と勘違いして酒飲んで担当は帰ってこないし、ピップでピンで、あ、もうしんどっつって服脱いで多分寝たんよ。もうマックスのカマチョっすよ、ね、確かに。どうするのやろみたいな。あんだけ女の子の裸見てあんだけ興奮しなかったの初めて。帰れすぐ帰れっつまあまあ若かったね。いや多分まあお酒は飲む仕事だし、俺たちは、うん、はいはいはい、失敗っていうものはいっぱいしてきただろうし、うん、あるね、ね、本当に俺はリキトに鬼のようにキレられたことあるけど本当にあそこまで人にガチギレされたのも久々だけど。いやいや、まあ、お酒は怖いですからね。いや本当に、ね、お前も一回なんかブチギレしたよな。あ、僕あのトイレに流してんだけど、オラシューンって言ってた。全部言うてもうたやん。なざしはやめよう。って。やめてあげて、言うてもうシューン。くそおもろかった。あれだもんね、別に、昔よりは減ったっすよね。減った減った。だいぶ減ったっすよ。かけらなんか酔っ払ったらすぐ帰ってたからな。コンビニに味噌汁買いに行きますって、そのすぐ帰ってた。チャリンコスタコラこいで。スタコラこいで。マジマジマジ。スタコラ先生ですね。いや、マジで本当に。いや、昔の方が多かったっすよね。いや、ひどかったよ。昔は遅いな。大人になったんだね。そう、みんな、年重ねたから。その前の箱なんだけど、路面店の時に。店の前に、近くにコンビニがあったから、トラックとかが止まってるわけよ。はいはい、店前に。はいはいはい、ありますね。はい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 。まあなんか、まあそういうこと、しょっちゅう、ほぼ毎日、ローソンの、その貨物みたいなのが、搬入ね。そうそう、搬入で、あの、邪魔だっていうことで、車のサイドブレーキが引かれてなくて、はいはい、手押しで、違うホストクラブの店前まで運んだ。やばあとね、中からあの何個か拝借したりとか。やっぱ千葉県がやることってそういうことなんだよね。なんつうのこう、トラックを押して動かす。そう、他店の前に。他店の前に。隣は何のお店だったかね、忘れちゃう。ゴシッ、おっと。あおっと、言っちゃってるよ。覚えてるじゃん。あと二文字。覚えてるじゃん。ね、本当にあったなぁ。前までね、あのトラック運んであれ、運転手が死ぬほどびっくりしてたもんね。止めた場所と違うとこに車ある。懐かしいなぁ。路面店の細壁って本当大変だなって思う。あのヤクザとかもすごい来るし、うん、走って逃げてたもん。ダサーンっつって敵の人間じゃないやつが来てる。つかさん読めばつかさんいきなりアホなミスの、はぁ知らんし、いきなりお前らどうにかせえよ。下っ端にいきなり喋れない。俺たちできるのビラ配る今年ぐらいしかできなかったから。だから路面店は同業とか男性ダメにするの。でも最近ないですよね。最近はなんかこう同業付き合いって結構仲いいイメージある。どこのホストとも仲いいみたいな。昔なんかもうちょいバチバチのイメージ。バチバチだったらもう絶対無理みたいな。あのお店に女の子を迎えに他のホストが来るとか、あーあったんすね。あの俺の客なんでみたいな、持ってきますねみたいな。やばくない？なんていうのすごい。いや揉めるか渡すか、まあ、だいたい初見でわかるじゃん。
どれぐらいのレベルの本か、明らかに負けたらどうぞっていう、ゆうきさんみたいな、ゆうきだ、ゆうきはもう本当に帰れって思っちゃうんかってすぐ帰らす。いや、よくあったよ、そういうの。やっぱ今は平和なんやね。あの、他のホストが来て、こいつの売りかけ払わないからみたいな、お前自分に立て替えろみたいなこと言われたりとか。最近はそういうのないけどね、平和よね。平和だ、すごい平和。全然なんもないです。ゆとり世代って言われてますもんね、ホストは。ええじゃなくて久しぶりに会話したもん。ええじゃないよ。じゃあいいよ、リキトン。いいよ、リキトン。え、なんかホストの今の世代がゆとり世代みたいな、ゆとりホストみたいな、めっちゃ言われてますね。まあ確かに。ね、だからネオホスネオホスとゆとホスは一緒みたいな。そうそう、里ホスも出てくるでしょ。さ、里り世代ね。出てくる。あるですよね、里り世代。てか、あと2年もしたら、ホストクラブに2000年ベイビーたちがもう来るわけですよ。ああ、まあそうですね。2018年です。新人類です。そうだよ。あと2年ぐらいにはもう2000年生まれです。身分証見たら2000年。いや、平成で書いてある。いやー。もう2000年って書いてある。いや、なんで？西暦で？書いてねえわ。2年ぐらいはもうそうなって。やばくない ?2000 年。まあ言うても俺はただの自分の7個下だけど。平成30年かな。平成30年。ああ、そういうことね。今のタクシー運転手たちがもうそろそろ免許切れる、更新するタイミングが平成30年。何なんそれ、何の話なの、ちょっと2000年ってやばい。タクシードライバーたちが10個したっすよ。レイヤーの10個したのに。おもろい。怖っ。10個したってすげえ。でもさすがに2000年生まれって関わることないじゃん。いや、俺いとこ2000年生まれ。やば。7個した。2000年生まれ、2000年の1月いる周りに2000年生まれ。まあ君はもう分かっていたよ。あ、妹妹もっと下っすよ。何歳ですか今。3歳ぐらい。いや、10歳ですよ。やべえ、10歳。2006年。あ、そう、2006年。16個下やん、俺の。16個。え、子供やん。やばい、最悪子供やん、自分の。埋めるもんね。はい、というわけでね、まあまあとりあえずね、あとはクリスマスイベントになっております。はい、クリスマスイベント、クリスマスイベント、クリスマスイベント、今日だけだったら2000年の子も入っていい。そうですね、あの、もういい許します、それはね、聖なる夜だから、やっぱり2000年のテンションだけ。そうそう、で、あとは最後で、最後にやっぱり今年最後のカウントダウンイベントもね、あ、そうそう、ございますね、30日かな。ぜひ年末ね、もう営業するんで、あの、5日までは今年なんで、僕たち。なんで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 、まあ皆さんね、1日休みで、あと5日まで営業なんで、はい、そうやね、ご来店お待ちしております。じゃあ今日もパーティーしましょう。ありがとうございました。あとでありがとうございました。どうも。なんやねん最後それ。デイ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。